はい、えー、それではですね、始めさせていただければと思います。えー、今日のテーマはですね、えー、海外子会社へのエクセル展開ということで、えー、アダプティブを使ってですね、エクセル展開っていうのをご紹介したいと思います。でなんでこのテーマをですね、えー、考えなきゃいけないかっていうと、まあ、実際にご相談いただいたケースで,ですね、えーまあ、海外子会社というか、あで、えー、今ですね、予実管理をエクセルでやってるんで、えーまあ、アダプティブを海外拠点にですね、展開しようとしたときに、 エクセルがいいっていうふうに言われてきたところでですね、どうしようかっていうふうに悩まれている方がいたというところがきっかけになっています。で、あの、なんで悩まなきゃいけないかっていうと、まあ、あの、まあ、パワーバランスじゃないですけど、まあ、日本本社がですね、アダプティブっていうツールをですね、使って入力してねっていうふうにやったうちで、現場に展開してもですね、まあ、すんなり海外なのでちょっと文化が違ったりするので、自分たちがですね、今やってる内容を まあ簡単に崩されたくないというか、エクセルでせっかくこう運用しているのにというところがあったりするので、まあ、じゃあそこをです、ね、どうやって対処するかというところですね、えー、いうのがテーマになります。であのテーマで,です、ね、もうキーワード書いちゃってるんですけど、エクセルで展開するという機能があるので、それをです、ね、ご紹介しつつ、まあ、とはいえです、ね、中長期的には、えー、この機能はです、ねえー、お勧すすめしないという理由もあったりするので,です、ね、その辺をです、ね、今日は解説できればと思います。 でではですね、えー、と目次ですけれども、えー、まあ大きくは3つで、すね、1点目はですね、アダプティブの入力画面をですね、Excel にした場合のイメージとなっております。で2点目ですね、が入力画面にですね、Excel をお勧めしない理由と、で3点目が参考情報となっております。 で結論から最初にですね、アダプティブの入力画面を Excel にする機能っていうのをですね、ご紹介すると、こちらが通常のアダプティブのですね、よく使ってる画面ですね、経費管理の画面を出してるんですけど、アダプティブの入力画面を Excel にしたイメージで、まず、before ですね、今のアダプティブの通常のウェブの入力画面と、あとはですね、こうコメントっていうのを出してるところをスクリーンショットというか、画面出してるんですけど、 じゃあ、この入力画面を Excel にしたらどうかっていうのをですね、イメージをお伝えすると、えー、こちらがですね、Excel を入力画面にしたもので、Excel インターフェースっていう機能の名称なんですけど、インターフェースっていうのは、な、え、ん、ー、でしょう、まあ、IT 業界ではよくインターフェースとか UI とかですね、ユーザーインターフェースとかいう言い方をよく使いますけど、まあ、簡単に言うと入力の一番、えー、まあフロントというか、 まあちょっと英語は英語で言うとあれですね。インターフェースというのは、要するにその入力の Excel 画面ということですね、シンプルに。で、ちょっと拡大してみましょうかね。ちょっとちっちゃいので。はい、これがですね、Excel インターフェースというか、入力画面 Excel にする方法なんですけど、端的に言うと、ファイルとかフォームとかあるんですけど、Excel そのまんまなんですね。 通常の Excel と違うのが、ここにですねプランニングっていうボタンがつきまして、でそこでですねログインするときに ID、パスワードっていうのを入力するとですね、この画面が Excel 上にアダプティブの入力シートが立ち上がるっていうようなシート構成になっております。できちんとですね、えーと、インターネット上のアダプティブのように、 エクセル、手元にですね立ち上がったエクセルに通知を入力したりコメントを入力してもですねそれはちゃんと反,反映されますよというとことですね。あの先ほどの1ページ前にですねウェブ画面上のコメントを見れたと思うんですけど同じ内容をアダプティブのエクセルインターフェースです,んですね、えー、コメントっていうのを使えるような形になってますす中長期的にはですねおすすめしないので あのデモは全然できるんですけれども、えー、弊社としてお勧めしないよですね、まあ、ちょっと概要を解説するレベルにとどめたいと思います。であの使い方ですね、えー、ざっくり手順は後でご説明しますけど、ポイントとしては、ですねこのシートっていうふうに書いてあるところですね、えー、ここで、えー、このシート1っていうところにアダプティブの画面が立ち上がるので、それ以外のブックですね、エクセル上の横のブックとか、挿入していただいたブックっていうのはですね、あの運用に影響しないので、 お手元のエクセルを生かしながら、アダプティブというか、本社側に入力するシートが立ち上がって、そこにペット貼るとかですね、いった運用で、エクセル上で、現地の目線としては、エクセル上で運用が完結しているようなイメージになるかなと思います。うんはい、ではですね、ちょっと改めて、ですねこのエクセルインターフェースっていうものの手順をですね、ご説明すると、よいしょ。 Excel インターフェースの使い方はですね、まず手順としてはですね、ざっくり、ユーザーがですね、Excel 上でアダプティブにログインできるようになりますと。あのインターネットに接続しているエクセルというか、Excel というか、まあ、あのお手元にですね、インターネットに接続してないとダメなんですけど、アダプティブ入れないんですけど、Excel 上にですね、アダプティブでログインしますと。Excel 上でアダプティブの入力画面が自動生成されるんですね。 自動で、入力画面がが立ち上がるようなな形になりますでそこの Excel 上で,です、ね、数値を入力してデータを保存するとアダプティブに反映されるというのが、まあ、簡単なステップとなっております。はい、で、この辺はですね、先ほどことでご説明したので割愛しますけど、でですね、あの補足事項としては、Excel からあそもそもアダプティブにコピペ、コピーペーストっていうのはもともとできたんですね。 えーまあ、ただ、やっぱりその Excel でワン画面というか、1画面で完結している方が運用定着するかもなというところで、Excel インターフェースを作ったとっいう経緯になってますね。でちょっとあのアダプティブにコピペできるところはですね、ちょっとイメージをお伝えしたいと思います。でもですね。はいえー、まずはですね、えー、コピペの定義というかあですけど、 えー、100、200、300って書いてあるエクセル上を、ね、コピーっていうふうにして、でえーまあ、どこか貼りたいところですね、ペーストってすると、えー、貼れるっていう、まあ、これがエクセルのコピペですよね。はい、で、えー、同じようにです、ね、この100、200、300っていうのを、えー、アダプティブの画面にもですね貼ることができるので、えー、例えばここに、えー、2018年の1月、2月、3月にですね、えー、ペタッと貼ると、 100、200、300っていう形で,ですね。Excel からアダプティブの画面にですね貼ることができるというところです。で逆に、えーと、例えばですね、あのここに入っている数字とかですね、まあ、ちょっと違う数字にしましょうか、えー。例えばこの80、80、80でもいいですし、どこでもいい。まあ、ちょっとこっちにいじっちゃいましょうか、えーと。例えば100って言ったのを120と。えー、例えばですけど、えー、130とか。 形で、えー、数値をですね書き換えてで、その内容をアダプティブから、えー、350の合計とかっていうふうに確認しながら、ですね、えー、元の Excel にペタッとあったりとかあ、何言いたいかというと、Excel からアダプティブにもコピペ、えーですね、コピーペストできますし、アダプティブから、えー、Excel へももともとですね,、えー、ですねあのコピペ両方できるっていうことですね。 もこの機能はあるんですけど、ただやっぱりその Excel とアダプティブっていうふうに画面がですね、行き来してしまうので、えー、まあそれをですね、現場入力というか、ああいうところでワン画面にしたのが先ほどの Excel インターフェースの機能となっております。はい。 一見すると、じゃあ、エクセルで収まってるんで、いいんじゃないかっていうふうに、我々もですね、アダプティブを作った本社側もですね、思ったんですけど、ただ、中長期的にはお勧めしないっていうふうに、冒頭でお伝えした通り、実はですね、これ、テスト形式という形で、数百社にですね、使ってみてですね、この機能はどうかっていうふうに検証したんですね。で、結果から言うとま、あ,あまりえ全体の効率化にはですね、なりづらいかなっていう結論に、我々は至っております。 はい、でそれが次のテーマになります。よいしょえー、入力画面を Excel でですねお勧すすめしない理由ですね。えーはい、いやこれがですね結論としては、レポートの柔軟性はですねやっぱりアダプティブのパッケージ上の運用が一番いいなというところですね。まあ、これがあの、うん、なんでしょう、あのまあ、外部というか会計コンサルがあーどの子の言ってるとか。 なんか CFO 協会はどうのこうの言ってるじゃなくて、実際ですね、我々はその機能として作ってみて、お客さんに展開してみて、数百社のですね運用実績の結果からあ、こういう結論になったっていうところですね。で、いうと、まあ、実際、Excel インターフェースじゃなくて、アダプティブのパッケージのレポートの柔軟性というのがやっぱり一番いいなっていうのが結論になってます。で、言い方を変えると、この結論はですね、Excel 上でユーザーって予実再分析自由にできない。 いいでですすというところですね例えば、予実再分析の自由にできるというのはどういうことかというと、例えば先月と今月の見通しの差額はいくらかとかですね、あるいは、えー、と売上げの内訳を分解して見てみようとか、えーなんだ、修正予算と基礎予算とどれぐらい差があるかというところを自由に分析しないとですね。 結局、予実際の原因って自分たちで追えないと思うんですけど、まあ、そういったのが、エクセルをですね入力画面にすると、そういった運用がアダプティブ上ではできるのがあしづらいということですね。これがテスト結果になります。うなので、えーと、本社にですねデータを反映させるだけの利用でとどまってしまうというか、まああのまあ、言い方を変えると、この本社にデータを反映させるだけということは、まあ、なんていうんでしょう、こうお尻を叩くというかあ、数値入力してきてねっていうだけでですね。 え自分たちで予実作用ですね、容易分析できないというところですね。はい、でポイントは、ですね、えー、本社が集計作業を削減できて、データ分析に注力できるかっていう観点ですね。別にそのデータを集めれば、あ必要なデータをですね本社から吸い上げられればいいんじゃないかっていう方もまあいらっしゃるのかもしれないですけど、まあ、それだけではですね全体の効率化にはならないかなと思います。でこの辺をですねちょっと徐々に解説していきさせていただきます。 エクセルを入力画面に採用しているツールっていうのを、まあ、すごいシンプルな構造で、えー、説明するとですね、えー、入力画面がエクセルですと、でそれをエクセルに入ってるだけだと、まあ、縦と横のセルのです、ね、バンチで、えー、どこにデータが入ってるっていうふうな形になるんですけど、それをですねデータとして格納して、ですねでそれをエクセルで出すっていうのは、エクセルを入力画面にしているツールの構成ですと。 でポイントとしては、このデータをエクセルに出すっていう、ここはですねやっぱりどうしてもデータベースって、ですねどういう形式でデータを持つかっていうのを指定しないといけないですし、出力形式を指定しないとですねあの出ないっていうか形になるので、どうしてもですねツール上、ですね決まった形でしか出ない、例えば、えーまあ、予実再分析ですね、ユーザーが自由に加工できて出せるっていう形式にはなりづらいってことですね。 あのなんか皆さんの身近なものでいうと、まあ、その商談データを管理しているシステムでもいいですし、ERP でもいいですし、会計システムもいいんですけど、なんかこう、定型でしか出てこないっていうシステムの方がやっぱり多いと思うんですね。で、そういう仕組みになってしまうってことですね。それではですね、全体の効率化にはならないと思っております。 でじ,ゃじゃあ、そういうアダプティブはっていうとですね、アダプティブの予実再分析ですね、いうので、あの、予実再分析についてはですねあの、別の動画でですね、細かくというか、丁寧に解説しているので、ここでは割愛しますけど、まあ、左側からですね、レポート要素をですね、ピポットというか、ドラッグアンドドロップすることでですね、簡単にレポートを作れるような仕様化ですね、これができない、Excel 運用とできないということが、えー、まあ、最大ですね、の問題かなと思っております。 うんはい、で、えーと、結論ですね、えーまあ、先ほどからその全体の効率からならないとか、あ数百社にテストしてみたって言ってた内容をあのまとめです、ねえー、として書いてるのがこちらのページで、Excel を入力画面に採,採用しているツールのデメリットですね、アダプティブ以外の手段も踏まえてまとめて書いてるんですけど、えー、とそういったツールはです、ね、入力画面を Excel にしていると。 でそうすると、じゃあどうやってデータを収集しているかというと、えー、セルの中にですね、特殊な関数を組んでデータベースを接続するという仕組みになっていますで。データを入力すると、どこかを更新すると、ですね、それがデータとつながるみたいな仕組みになるんですけど、それをするデメリットは、ですね、予実のレポートがやっぱり固定化されてしまって、ユーザーが自由に分析できない。 買ったりあるいはですね関数を埋め込んだ運用だとですね数式のエラーの箇所をです、ね、管理者が追えない仕組みになってしまう、まあ、デメリットがありますというところですね。はいえー、とこの数式のエラーを管理者が追えないというのはですね、えーまあ、結論だけだとちょっとふわっとしているので例えば、えー、とこれをご覧になっているあなたの会社ですね100組織のデータを集めるとして 100組織分のデータがですね本当に積み上がっているのかどうか、それとも97組織分のデータしか来てないのかとかですねわからないと、数式にエラーが入ってても、それがどこの何のデータかっていうふうに、本社側が追っていけないんですよね。それが最大のデメリットかなというところですね。えーまあ、そうすると、何を言いたいかというと、その現場はですね例えばインターネット接続にしていて、えー 入力しているのか、それともですねインターネット接続を忘れてしまって、現場は更新したって言ってるけど、データは反映されてないとかいった形で,で、すね本社に結局ですね戻らなきゃいけないというか、現地を確認しなきゃいけないというふうになってしまうと、ですねやっぱりその効率化にならないなというところですね。はい、で、デメリットの3点目は、ですね入力画面の大幅な回収があるデータ企業にはですね、えー、まあ向いてないんじゃないかなと思います。の SQL の知識が確実にいるだろうなというふうに思います。 SQL って何だって言うとですね、データベース言語っていうので、まあ、ちょっとあの、SQL についてはですね、興味がある方だけネット検索していただければと思うんですけど、要するに、えっと、よいしょ、あのデータベース、SQL ってデータベース言語なんですけど、どういうデータをですね、結局管理するのかとかですね、どうやって入力画面を作ってですね、どこに出すのかっていうふうに、必ずですね、 あの入力をいくら現場の方がですね、えー、入力画面、エクセル作ってても、どうやってデータを管理するかっていうふうに必ず設計しなきゃいけないので、それ結構大変です。あのなかなか IT の知識がいるので、えー、なので、えー、ポン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 ですね、入力画面変わるような IT 企業とかですね、まあ、非常に難しいんじゃないかなと思います。で、なんでこんな解説をしているかっていうと、あのー まあその海外ではですね、その今のツール、エクセルがそのまんま活かせますよっていうふうな売り文句ですね、こういったツールって、まあ、ちょっと流行ったりしてたんですけど、まああので、実際にニーズあるんですね。あのなんでしょう今までのエクセル運用がですねやっとこう安定しだしたファイナンス部門の方がですね、また新しくですね入力画面作ったりとか、現場の方に、えーまあ、運用してもらうようにトレーニングしたりとかですね、結構大変というか。 やりたくない。なんか入力画面は今の Excel を活かしながら、なんか効率化できるようなツールないかなっていうな一定のニーズがあって、で、まあ、あのちょっと売れたりもしたそうなんですね。えー、ただ、やっぱりその、じゃあそういうツールを捨ててですね、アダプティブに乗り換えた方に、ね、みんな伺うとですね、やっぱりその、こういう IT の知識がですね、実はすごい大変でいたとかですね、一回設定してしまったのをなのでですね、その変えることができなくて、なんかこうシステムに合わせなきゃいけないような運用に強いられてしまうので、 結局、柔軟じゃなかったとかですね、えー、いう形で、結局、その本部側の負担が増えてるだけというか、ああいうふうな形になってしまう,う懸念があるというところですね。なので、えーまあ、さらにですね、えーじゃ、じゃあ、現場側はですね、自由分析というか、えー、自分たちで予実際の分析をですね、追っていけるような仕組みにはならないし、えー、ということは、えー、こういうレポートをですね、現場、例えば予実際レポートをですね、結局、本社が作ってあげて、 メールで送ってあげなきゃいけないっていうと、何のためにシステムを作ったんだっけっていう風になってしまうっていうことですね。この辺があるので、何を言いたいかっていうと、アダプティブはですね、入力画面を Excel にすることを推奨していないっていうところになってきます。なので、あの、Excel インターフェースの機能をですね、ご紹介したんですけど、一時的な機能とかですね、一時的な対処法としては、 えーまあ、使ってみるっていうのを検討はしてもいいかなと思うんですけど、まあ、中長期的なあ、こういったことを考えると、ですね、えーまあ、中長期的な運用には向かないですよっていうところですね。はい、でこれはあの数百社あ、実際にテストしてみた結果なので、えー、同じことをですね繰り返して、ですね同じ時間をですね無駄にするよりは、ですね、えー、こういった先にあったことをですね共有させていただくことで、えーまあ、間違いにならないというか。 いい、うためにですすね、解説しておりますはいでえーとまあ、参考情報ですけど、今まで解説したですね前提というか、Excel を推奨しない理由とか、Excel インターフェースの現状っていうのをお話したんですけど、最近はですね、2020年にマイクロソフトと業務提携したり、2021年ですね、には Google と業務提携をアダプティブしました。 であのこの2つの2社って、スプレッドシートとエクセルを提供している企業なので、えー、なんかマイクロソフトですねあの、続々と新しい製品とか作ってますし、えー、もしかしたらこの動画がですね、いつか古くなって、ですね、えー、もっと完成度の高い製品出すかもしれないので、えーまあ、その時にはですね、ちょっと動画更新したいと思うんですけれども、まあ、要するに何に言っていいかというと、今後はもっと完成度の高い製品出るかもしれませんよっていうところですね。 グ、えーグルとマイクロソフト提携したっていうニュースはです、ねま、さご参考までに動画の概要欄に貼っておきたいと思います。 はい、であと,、えー、と、ちょっと別、今日のテーマとはですね、ちょっと別論点ですけど、マイクロソフトの、えー、オフィスの製品にですね、データを出すっていう機能もあったりするので、それはそれでですね、ちょっと別にご紹介したいと思います。あの目的は、マイクロソフトと提携して、じゃあ新商品って例えばなんだっていうので、今日の登場人物ってですね、Excel か、えー、アダプティブかっていうふうなあ登場人物しか出てなかったんですけど、 えー、例えばですけど、ワードにですねデータを出すとか、パワーポイントにアダプティブのデータを出すっていう,うな形で、オフィス製品ですねにデータを出すっていう機能があったりするので、えーまあ、それもですね機会があれば、別途ですね、ご紹介したいと思います。で今日の内容を踏まえて、ですねアダプティブのエクセルインターフェースっていうのをちょっと試してみたいっていう方は、ですねアダプティブの既存のお客様です、ね、はご連絡いただければ、ですねあの追加費用とかかわらずに、 使えるもんなのでですね、お問い合わせいただければと思います、はい。以上がですね、今日お伝えしたかったことで、アダプティブのですね、まず最初にですね、アダプティブの入力画面を Excel にする方法についてちょっと解説させていただきました。とはいえですね、短期的にはその子会社からデータを集めなきゃいけないっていうところでですね、試験的に運用するのはありかなと思うんですけど、中長期的な効率化としてはですね、 Excel を入力画面にするようなツールをお勧めしない理由というところをです、ね、解説させていただきました。で特にですねデータを、まああのー、海外からですね集めるっていうだけだったらいいかもしれないですけど、やっぱりですねこう全体的な効率化、ですね、えー、自分たちで自由に分析したりとか、いったふうにはです、ね、なりづらいというか、結局そのデータが提携で出てくるだけっていうところではです、ね、やっぱり予実管理って充実しないので。 エクセルなので、アダプティブはですね、入力画面をエクセルではなくて、エクセルライクにしているっていうところですね、パッケージとして、製品完成度を上げている理由にもなってますし、そういったのを踏まえて、ですね全体的な効率化っていうのをご検討いただくというか、なんでエクセルじゃないのかっていうのをですね、いまあ未だにあのお問い合わせいってきますので、それをですね、考えていただくきっかけに、動画を作れればなと思って作った次第です。 はいえー、本日の動画は以上となります。ありがとうございました。